お待たせいたしました。第25回日本ど真ん中祭りファイナルコンテスト審査結果の発表です。まずはじめに全13チームの代表者プレゼンターの皆様に登壇していただきます。さあ皆さん拍手でお迎えください。お願いします。皆様も厳正なる審査本当にありがとうございました。さあついにこの時がやってきました。ど祭り大賞の発表です。一人の学生の思いから始まった日本ど真ん中祭りは誕生から四半世紀が経ちました。たくさんの思いが詰まった数分間の演舞、25年間の夢が詰まったこの大舞台、最も心に響き最も多くの人を感動の渦に巻き込んだ新たなページを刻むチームは果たして。発表します。第25回日本ど真ん中祭りど祭り大賞は、受賞した2チームを発表します。準ど祭り大賞の座に名を刻む1チーム目は弥生の皆さん。そして2チーム目はジョーの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。6位のチームを発表します。第25回日本ど真ん中祭り第4位はカモンの皆さん。そして第5位はハブリの皆さん。そして第6位はカグラの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それではここからはど祭り大賞の表彰を行います。ど祭り大賞を受賞した表彰の代表の方はステージ中央へお進みください。プレゼンターは公益財団法人日本ど真ん中祭り文化財団岡田邦彦理事長です。お願いいたします。
賞状ど祭り大賞上昇殿キーチームは第25回日本ど真ん中祭りにおいて最も大きな感動を残し大賞の名にふさわしい最高の演舞を披露しましたのでその功績を称え称します。令和5年8月27日公益財団法人日本ど真ん中祭り文化財団理事長岡田美智子おめでとうございました。おめでとうございます。続きましてサントリー賞の贈呈です。サントリー株式会社常務執行役員東海北陸営業本部長津田麻子様です。お願いいたします。サントリー賞としてザ・プレミアムモルツとザ・プレミアムモルツ香るエール合わせて10ケースが贈られます。ぜひお願い。賞の表彰に移ります。準ど祭り大賞に輝いた弥生町の代表の方はステージ前方へお進みください。プレゼンターは映画女子大工事の名探偵原作脚本家畑健彦さんです。準ど祭り大賞弥生殿キチームは第25回日本ど祭りど真ん中祭りにおいて心に響く素晴らしい演舞を披露し人々にひときわ大きな感動を残しましたのでその功績を称え称します。おめでとうございます。本当に素晴らしかったです。おめでとうございます。賞状準ど祭り大賞上殿キチームは第25回日本ど真ん中祭りにおいて心に響く素晴らしい演舞を披露し人々にひときわ大きな感動を残しましたのでその功績を称え称します。本当に素晴らしかったです。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて弥生の代表の方は再びステージ中央へお進みください。愛知県知事賞の贈呈です。プレゼンターは愛知県民の日アンバサダー川村花様です。愛知県知事賞として花の生産日本一愛知の花束が贈られます。おめでとうございます。川村花様ありがとうございました。続いて上の代表の方はステージ中央へお進みください。続きまして名古屋市長賞の贈呈です。川村市長お願いいたします。お願いします。名古屋市長賞として名古屋の伝統工芸品である写真入り名古屋センスが贈られます。賠償でもらえるの？賠償じゃねえか。
はい、まあどいね、よかったけや盛り上げてちょうよ、またね。はい、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さらに、準ど祭り大賞に輝いた2チームにはサントリー賞としてザ・プレミアムモルツとザ・プレミアムモルツ香るエール合わせて5ケースが贈られます。皆様どうぞお下がりください。さらにファイナルコンテストに出場した全てのチームに家紋が贈呈されます。今年のファイナルコンテストにおける表彰は以上となります。皆さん、第25回日本ど真ん中祭りの輝かしいファイナリストの皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いします。チームの代表者、審査員の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞお戻りください。